パドルコントローラとは、回して操作するための円形のつまみを備えたゲームコントローラのことである。単に、パドルと呼ばれるほか、つまみだけを指して、パドルと呼ぶこともある。もともと、パドルとは、英語で卓球のラケットのことを指す言葉だが、卓球を模したビデオゲームである、ボンをはじめ、ボールを打ち返すタイプのゲームに対応されたことから、この種のコントローラも、パドルと呼ばれるようになった。 あたり2600用のパドルコントローラパドルコントローラのつまみは主にゲーム画面上の一本の軸上を移動する物体を操作するために用いられる。角度を入力するデバイスとしてはステアリングコントローラと目的が同一である。あたりのアーケードゲームナイトドライバーのあたり2600移植版などのように車のハンドルに見立てて使用するなどの例外はある。もののパドルコントローラは 基本的にレースゲーム用のステアリングコントローラとは区別される。ジョイスティックや十字キーなどの押しボタンによるゲームの操作は基本的に方向の指示である。それに対しパドルコントローラによる操作は角度あるいは回転角という絶対位置ないし絶対量の指示であり、両者は対照的と言える。多分野では、例えばラジコン向け自動車のプロポでは同様のものを ホイラーよりと呼んでおり、必ずしもゲームコントローラー以外で同じ用語が一般に通用するわけではない。初期に使われたポテンションメーターによるパドルは角度がアナログの抵抗値として得られるので、アナログデジタル変換回路を通して量子化し利用する。回転範囲は330度ほどであるが、オーディオ機器のボリュームと違い、ゲームでは端まで勢いよく繰り返して何度も回されるために、 寿命の問題があった。また、キャメルトライなどのように、同じ方向にずっと回すこともあるゲームには使えない。アルカノイドでは、ロータリエンコーダが利用された。何回転でも自由にでき、光センサー式であれば、センサー部の摩耗がなく、故障も少ない。以後アーケードゲームでは、光センサー式が主流となった。ロータリエンコーダにはアブソリュート型と、インクリメンタル型があり、 コストやゲームの内容などによって選択される。プレイステーション用のパドルコントローラ。パドルコントローラは複雑な操作を要求されない単純な内容が多かった初期のビデオゲームに多く用いられている。初めて商業的に成功した家庭用ゲーム機であるあたり2600はいくつかのゲームにパドルコントローラを対応させていた。またビッグ -1001 のような初期の パーソナルコンピュータにも用いられていた。携帯機への採用という珍しい例では、初のカートリッジ交換型携帯ゲーム機である、マイケロビジアに小さいパドルが搭載されていた。変わったものでは、キャメルトライのパソコン移植に合わせ作られた、マウスを取り付けて、センサーとして利用する、マウスパッドを回すようなパドルコントローラーがある。ありがとうございます。